ジャーハードス・ヨハネス・マルダー、ヨハンネス・ムルデルは、オランダの有機化学者、分析科学者である。タンパク質が同じ化学記号で表すことができ、植物が作成し、草食動物がそれを食べ、肉食動物へ、普遍のまま受け渡されるという、プロテイン説を唱えた。ユトレヒトに生まれ、ユトレヒト大学で医学を学んだ。ロッテルダム大学。 ユトレヒト大学で科学の教授を務めた。タンパク質が、硫黄や、リンの成分量を除いて、同じ科学記号で表すことができると主張した。科学者イエンスベルセリウスの示唆を受けて1838年の論文、ユーバーダイズ・セメンジツン・アイネガー・セレスケン・サブストントソンの中で、プロテインという言葉を最初に用いた。この論文でプロテインは、植物が作成し、 草食動物がそれを食べ、肉食動物へ、不変のまま受け渡されるという説を唱えた。この説は、リービヒラと論争となった。1850年、スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員となった。ありがとうございます。